今日は本当に多くの方が、この尾鷲漁港にお集まりいただきました。じゃあこの尾鷲の特性は何でしょうか。やっぱり漁業と、あるいは林業だと思うんです。地元の皆さんはやっぱり地道な活動をされています。後継者がいなくなったというのであれば、尾鷲は漁師塾を開いて全国からいろんな志のある方を集めようとしている、あるいは養殖にも挑戦しようとしている。最近は本当に三谷先生のおかげで道路状況本当に格段に良くなりましたから、物流という意味でもお魚やあるいは農産物を運ぶのに非常に良くなりました。皆様の希望を未来につなげていけるように私も力を尽くしたいと思います。頑張ってください。頑張ってね。頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。